今年度で7代目となるビートライブオフィシャルチーム。この初代からのヒストリーをたっぷりとご覧いただきたいと思います。はい、ということで早速ご覧いただきましょう。 VTR ビートオン。ビートライブオフィシャルチーム。ビートライブストリートダンススタジオの生徒の中から毎年選出され、チームとして幅広く活動しています。イベント、コンテストなどの参加、テレビ出演、卒業後はインストラクターになるなど深くストリートダンスに関わり、その普及と活性化に貢献することを目的としています。今年度で7代目となるビートライブオフィシャルチームの初代からのヒストリーを紹介します。まずはオフィシャルチームが発足した当時の様子を初代キャプテンに聞いてみましょう。つかさです。京都で保育士しています。4年目になりました。ターボーさんからスタジオ代表として高校生と中学生を集めて、みんなでコンテストライブキッズに出るためにチームを組まへんかということで集まりました。2008年の秋、私ターボーがスタジオの生徒からメンバーを選抜。京都の老舗コンテストライブキッズダンス中高生部門に参加するのが目的でした。当時オリンピックイヤーでもあり、サッカーのアンダー23にちなんでビートライブアンダー18と命名しました。こうして2009年3月のコンテストに出場したメンバーはこちら。今もビートライブに残るメンバーとしては若菜、ゆき、まどかが初代のメンバーになります。2009年春には司たち高校3年のメンバーや中学生組がチームを卒業しました。司、ちびるさは大学に通いつつ、アシスタントを経てインストラクターとしてダンスクラスを持つことになりました。ターボーさんから保育士の資格を取るであれば、キッズのクラス持って勉強しひんかということで、ちっちゃい子のクラスを持つようになりました。オフィシャル卒業生のダンスインストラクター制度はこの時に始まったんですね。2009年春から2代目のメンバーとして若菜がキャプテン、ユキが副キャプテンに就任。初代のメンバーメグ、マドカ、ユキに加え、高校1年生のフキと千秋が新たに選抜され、7人体制での新生ビートライブアンダー18が活動を始めました。この年、ビートライブ TV の前身でもあるビートライブムービーニュースがウェブ動画として立ち上がり、オフィシャルチームの活動の様子も記録されていきました。その一部をご覧いただきましょう。こんにちは。イエーイ。ビートライブアンダー18です。まだまだなので、これからもダンスにいろんなダンスに挑戦していけたらいいなと思っています。今日は本当にありがとうございました。神々いやー、この頃から若菜は神々でしたね。情報はこちらから。そして2010年1月、いよいよ地上波放送ビートライブ TV がスタートしました。初代アシスタントにはビートライブで長くチーム活動を行っていた A2 のあかりとあおいが就任。2代目オフィシャルメンバーはリポーターやナレーターとして活躍しました。ビートライブレッスンインフォメーション、ビートライブニュース。またフキが初代ニュースキャスターとして大抜擢され、大いにその個性を発揮しました。それは知らないな、自分で考えろ。ドライブニュース。こんにちは、初代ニュースキャスターのフキです。今は東京で役
社を中心にレポーターやあとはモデルのお仕事とかいろいろやってます。オフィシャルヒストリーを撮っているということなので、私がアンダー18だった頃を振り返ると、毎日ダンスの練習ができていろいろなイベントに参加できていたので、高校生活の中で一番楽しかった時代だと思います。あとは MC をやらせてもらったり、ニュースの原稿を読んだり、今の夢を目指す具体的なきっかけにもなりました。なので今オフィシャルメンバーとして活躍しているみんなは、この経験を大切に何か次の夢につなげていってほしいなと思います。頑張ってください。以上、ふきでした。イベント出演、コンテスト、テレビ出演と華々しい活躍を遂げた2代目オフィシャルチーム。2010年の春の発表会で若菜とゆきが卒業。その後2人はビートライブ TV のアシスタントに就任。ダンスインストラクターとしての活動も始まり、後に数多くの生徒を抱えることになります。もう一度ね、2人に大きな拍手を、そしてみんなに大きな拍手をお願いします。ビートライブ TV の開始に伴い、オフィシャルメンバーも選抜制からオーディション制に変わり、その様子も番組で放送されました。また中高生メンバーによるアンダー18に加え、小学生によるアンダー12が新たに産声を上げました。キャプテンはまどか、副キャプテンにメグ、現在もメンバーとして残る綾野、ミク、そして優勢が3代目オフィシャルメンバーの出身です。優勢です。中1です。その時はまだダンス歴も1年やって、今よりももっとなんか下手でびっくりしました。その時受かったって聞いた時は。こちらはオフィシャルメンバーによる番組オープニングです。2010年の途中、進路の問題なので、フキとユキがダンスメンバーを離れ、アンダー18は5人でダンス活動をすることになりました。メグです。今は京都で主婦をしています。オフィシャルは1代目からやらせてもらって、初めはダンス始めてすぐだったので、ただ必死についていくっていう感じでした。3代目は私とまどかが一番年上で、みんなを引っ張っていくっていう立場になって、すごいやっぱり思ったより大変で、自分の中では一番頑張れたかなっていう代ではあります。まどかです。今は大学生しながらダンスのインストラクターをさせてもらって日々頑張っています。やっぱり練習もしんどかったし、曲決めから5人それぞれ色違うのにどうやったらいいんやろうみたいな。けどみんな5人で日々重ねていくごとに、なんやろな、みんなの中で信頼関係っていうのがやっぱりできてきて、コンテストの前日もみんなでもこれ練習最後かってなって大泣きして、ほんで本番当日もまた大泣きして、もうあの時の感情は言い切れへんぐらい楽しかったっていうか、もう今一生の思い出で、今でもそれぞれ違うけど仲良くて、でこの間武勇伝にもこの5人で出させてもらって、で今もそれぞれお互い活躍してて、他のオフィシャルのメンバーとかに悪いけどごめんやけど3代目最強やった。5人の中ですごい何か固く結ばれたものがいてきて、みんなでもうなんか喧嘩もしたりすごいいろいろ揉めたりもしたんですけど、今ではこの5人がもう本当に大切な仲間です。本当にありがとうございました。お前こっち来いお前。
少年が恋をしてパパになってジージになるまで映画でエンジョイ T ジョイ京都